この日本の都市空間を選んだのはね、そもそもね、都市空間っていう言葉を作ったのがこの本なんですよ。それまでね、建築士っていうのはあった、まあ、結構で建築の空間みたいなのもあったけど、建築と建築の間にあるようなものですよね。そういうものを示す言葉がなかった都市空間って。でヨーロッパは割と都市空間っていう概念が割と早く整理できる。それは、ね、広場の整理する。要するに建物で建てられた間囲まれた場所が特別な、社会的にも建築あるいは人間の造形についても意識にとっても特別な意味を持つ、こういうのってそれは広場ですよ。だから日本は広場がないもんだから、なかなかね都市空間っていう概念が生まれづらい。その中でこのあれですよ、グループが初めてこう打ち出すわけですよ。で序文が丹下さん、要するにまあいわば丹下グループという、まあ伊藤定一さん、歴史家として伊藤定一さん、まあそこは磯崎さんたち、まあずっと一番若い方で山岡さんとか、要するにそういう建築と建築の間に発生しているその空間、視覚的な印象の問題をちゃんと正面から取り組もうっていうことで、まあ出して出た。これまあ伊藤さんが中心でやってるから非常に基本的にちゃんと歴史を抑えた、まあ見事なものだと思います。でこれ以降ずっと都市空間への関心っていうのは、例えばその後宮城団さん、伊藤さん、伊藤定治さんなんかは割と初歩的に反射にありますけど、いわゆるデザインサーベイとかね、あるいは陣内さんになった時がずっとやってる都市空間、まあ、水辺の問題とかいろいろありますけど、ずっとこうつながってくるのね。それのもう視点になる本として大事だと思っております。おそらくこれ伊藤さんたちがやった段階ではね、もうね実は大きな都市計画はもう日本ではできない。いやもうそれですね、丹下さんが考えたような都市計画ってもうできないってことは判明した後ですよ。それでまあ変な言い方をすればこうちっちゃな都市の空間をこう考えるっていう時期に対応してたんじゃないかなとは思いますね。だからここでいろいろこう都市の小さな、そんなに大きくない中スケールっていうべきかな。いや今ちょっとこれ見ながら、なるほどちょっと思い出したのは、丹下さんがねコルビュジエと自分の都市計画の違いをはっきり人は理解してて、私に説明してくれたの。コルビュジエどう違うんですかって言った。コルビュジエの都市計画っていうのは大スケールの部分しかない。それで突然その中に建築が出てくるんだって。もうその典型がブラジリアです。ブラジリアってコルビュジエの計画に従ってルシオ・コスタとオスカー・ニマイがやった。で自分は大スケールと建築スケールの中間をちゃんとやったっていうことをおっしゃって、ああなるほどな、広島計画ですよ。広島計画っていうのは全体こう十字のプラン、ずっと山から海に向けて左右で、それは焼け跡の中スケールの中で抑えてるんです。道路なんかも大スケールに向かってちょっとこう伸びていって、中スケールが
私の投資計画の特徴だっていうおっしゃってたんですよね。で、そういう意味でいくと、これも中スケールより中スケールから建築スケールまでの間くらいをもっぱらやってるんですよね。だからこれでも今や考えてみると、これは日本の戦後の建築史と建築デザインのね、まあ、あの都市計画を含めて建築設計を含めてを決めたものだともね、急に言われてみるとそうだなと。